ゼーユーゲンハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムスタット D 群に、属す、町村。この町は、1977年に、それまで独立した町村であった、ゼンハイムとユーゲンハイムが合併して発足した。ゼンハイムやユーゲンハイムはそれぞれそれ以前に小さな、村を併合していた。合併当初は、ゼンハイムという名称であったが、1978年1月1日から、 ゼイユーゲンハイムと解明した。ゼイユーゲンハイムは、北はプフングシュタットと、軍独立市のザルムシュタット、東はミュールタールとモーダウタール、南東はラウタータール、南はベンスハイム、南西はアルスバッハイコール平原ライン、西はビッケンバッハと境を接する。ゼイユーゲンハイムを構成する地区は、以下の通り。ゼイユーゲンハイムの町議会は37議席からなる。 子供や若者は、有限とパーラメントによって調整に参加する。青年議会は、12歳から20歳の若者から2年ごとに、最大13人が選出され構成される。青年議会の議員は、青少年に関わりのある、全員委員会で、発言、同義提出を行う権利を持つ。税有限配布は、2005年11月6日に、オラフ9を 新しい町長に選出した。2017年の町長選挙にオラフキューンは立候補しなかった。新たな町長には2017年11月26日の町長選挙決戦投票で選出されたアレクサンダー・クライスルが就任した。紋章は V 字型の金色の境界帯で3分割されている。境界帯の下部、向かって、左は青字に銀の定鉄。 向かって、右はやはり青字に、銀の先の曲がった小刀が描かれている。上部は赤字に、銀の星が描かれている。この紋章は、ゼンハイムとユーゲンハイムが合併した後、1977年に作られた。星は、ゼンハイムの紋章から取られた衣装で、かつてこの地を治めたエアバッハ博の紋章に由来する。ブドウつまみの小刀は、 ゼーハイムの紋章にもユーゲンハイムの紋章にもあったものである。ユーゲンハイムの紋章から取られた警鉄は、この地に粉引き小屋が多くあり、原料を馬車で運んだことに由来している。ハイリゲンベルク城ゼーユーゲンハイムや外劇場で行われる野外映画上映開発選習初大首相のクリスティアン・シュトックの働きで、この町には彼の名を冠した大きな運動競技場がある。 このクリスティアン・シュトック・シュタディオンは、シュールドルフ・ベルクシュトラーセの近くにある。ゼイユゲンハイムはアウトバーン A5 号線、連邦道 B3 号線、マインネッカー鉄道沿いに位置し、市電第8系統の路線で、ダルムシュタットと結ばれている。バス路線 K50 系統、669系統が、ゼイユゲンハイムとビッケンバッハ、ヘ平ンライン並びに、ベンスハイム、 ヘッペンハイムを結んでいる。1961年までは、ゼーハイムとユーゲンハイムにそれぞれ、支線のビッケンバッハ、ゼーハイム線の駅があった。この路線は19世紀後半に完成し、対抗一家のゼーハイムの夏の離宮への旅を容易にしていた。また、保養地ユーゲンハイムへの観光客の往来にもその役割を果たした。 ルフトハンザドイツ航空は、イユゲンハイムに教育センターを有している。この施設は、ゼイハイム中心部の高台に位置している。この教育センターは2008年末までに閉鎖され、その後完全に撤去される予定である。跡地には宿泊施設付きの新しい学習施設が建設される。これらの文献は、翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。